はい、こんにちは、カパパです。今日はね、山形に来てます。もうね、6月も終わりだって言うんですけど、まだまだ残雪がありますね。今日は月山に登ります。往復で、はい、1100円ちょうどお預かりします。はい、行ってらっしゃい。はい、どうも。うわー、日光キスが綺麗だね。はい、はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、さっきね、ペアリフトの、上の駅のトイレを借りたんですけど、非常にね、外見は不安だったんだけど、中は綺麗な水洗でした。こんな感じですね。非常に清潔でね、匂い一つなく、気持ちよく使いました。はい、今日のコースですが、現在ペアリフトを降りた先の分岐にいます。そして分岐を左、乳母ヶ岳の山頂まで雪渓を登ります。乳母ヶ岳から牛首までは気持ちの良い稜線歩きです。そして雪渓を登り切った岩場の先が山頂になります。山頂で食事休憩して、再び牛首の分岐まで戻ります。ここから長い長い雪渓を下り、ペアリフトまで戻ります。距離7キロ、5時間の山旅に出発です。いやー、こっからが長そうだな。雪がね、ちょっと緩んでるね。だからできればね、チェーンアイゼンぐらいあった方がいいと思います。Thank you.
ックスの少女ハイジの舞台っぽくなってきた。はい、あ、ここが山頂だわ。山頂です。疲れた。ガスさんはあれです。ここね、景色がいいんでちょっと寄り道してみましょうか。稜線からなんか北アルプスの方見てる感じ。はい、はい、それではね、ウバガタケからガスさんに向かいます。ここはね、こういう感じで稜線沿いに道が行ってますね。なんか谷川岳みたいな雰囲気があります。さあ行ってみましょう。でもね、あそこからね、ぐーっと登り返すんだね。かなり高低差ありますよ。今ね、9時半。まあ、なんとかお昼までには着けると思います。腹減っちゃったよ。あ、日光きすぎじゃない。綺麗だね。ガスさん山頂1キロ。牛首。いやー、登ってきたな。ここ海が見えるとこかもしれない。最後の設計。
が山頂ですね。お、ちょっと開けた。梶稲荷神社、梶小屋があったっていうふうに地図で書いてあるのこの辺かもしれないですね。やっと稜線出た。あそこが頂上ね。まだまだです。おお、あれが山頂小屋と、あれが山頂神社ですね。やっと来たよ。大きいですね。すごいでかいね、この建物。こちら公衆トイレですね。いやすごいねこれ。これね、発酵イチゴの滝が立ってますね。あたらの山頂にも発光一流の日があるんですよ。つい金図だって。多分ね、開山前だから入れないんだと思います。はい、さあ入るでしょう。こっちのルートがあってなんか食べましょう。お花畑になってね
さすがにね、あまり花に興味がない僕でもね、これは綺麗だと思いますよ。簡単なご飯になっちゃったんだけど、まあしょうがないでしょ。で、下りはね、分岐のとこまで降りるんですけど、ちょっと設計のあの辺りかな。冷気が上がってきたよ。カリナルートはね、設計をずっと歩くようなルートです。まあ、そういったことでね、今非常に冷蔵庫にいるような気温の中で山を下ってます。はい、非常にね気持ちのいい山でした。さすがガッサンって感じですね。また来たいと思います。はい、今回もね最後までご視聴いただきありがとうございました。カババでした。